演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ハーゲンダッツの花もちクリアンとマロンタルトで秋を満喫したいと思います。先日ハーゲンダッツいっぱい食べたって言ったんですけど、それかな、それからまたこういうのが出てちょっと気になったんですよね。ファミリーマートで栗拾いもしましたし。それではまず溶けると3時になるであろうマロンタルトの方からいただきます。ではオープン。おー、ゴツゴツしたクランチが美味しそうだ。こういうのいいな。ではいただきます。月見とはちょっと違うような気もするけど、まあ美味しいからいいか。で、この花もち最初に食べられなかったから本当毎回高くても食べたくなっちゃうんですよね。それではおっと硬いのした。中身はこんな感じになってます。ではいただきます。こちらのマロンタルトはちょっとタルトとは違うかなと思いましたね。クランチはザクザクは確かにしてるんですが、クッキー生地とはちょっと違う感じです。あと中のアイスもちょっとラムショが強すぎて栗の甘さ味がちょっと消えてしまっている感があったのは残念でした。まあ全く感じられないわけではないのですが、ザクザクとした食感が好きな方にはおすすめできますね。ただマロンアイスとして考えるともうちょっと栗に頑張ってほしかったなということで、これはこちらの点数とさせていただきます。で、こちらの花もちクリアン、こちらの方が栗をより感じることができましたね。クリアンと言っていますが、食べた感じはどっちかというとモンブランのあのペーストに近いようなそんな感じでした。なのでなんかモンブランアイスっていう感じですね。なんか探したらありそうですよね、そんなアイス。なんかハーゲンダッツモンブラン味というのも食べてみたい気もします。で、今はそれよりもこれの審査だ。お餅の本の食感はしっかり感じられて本当に美味しかった。こういうお餅とアイスって相性いいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。はい、少し前のファミリーマートに続き今回はハーゲンダッツで、青唐辛子気になるやのに食べられず残っちゃってるんでしょうね。青と赤どっちが辛いんだったっけ。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。